皆さんこんにちは、みつきです。みつきの気ままラジオやっていきましょう。第13回になりますね。皆様明けましておめでとうございます。昨年はね、本当にいろんな方々にお世話になりました。今年もね、何卒よろしくお願いいたします。年末にね、だいぶね、大掛かりな大掃除をしたんですよ。まあ大掃除プラス部屋の模様替えだね。ちょっとね、家具の配置を全部変えるっていう、なんか大掛かりなね、模様替えをしちゃってね、なんか思い立ってね、やりたいって思って、うん。だからちょっとね、ここの今のデスク周りも変わりまして、ちょっとなんかマイクとの距離がね、前よりも少しだけ遠くなっちゃったので、マイクのちょっと設定を変えたから音質が変わってると思います。ちょっと機械っぽくなっちゃってるかもしれないんだけど、まあまあまあ、これはこれでまたいいものがありますでしょ？何がだよって感じだけど。聞きづらかったらごめんね。ちょっとそしたらもうちょっと考えるけど、とりあえずはこれでいこうかなって思ってます。どうするのがね、一番ね、いいのかちょっとなんかまだわかんないね。マイクアームとか欲しいね。今さ、そのスタンド型で、そのデスクの上にね、その置いて使うみたいなマイク使ってるんだけど、なんかね、上からなんかマイク設置できるみたいな、上からっていうかそのさ、アームでさ、そのデスクが自由に使えるみたいなマイクアームあるじゃん。あれ欲しいな。あれあれば、またちょっと自由度変わるかもしんないけど。今んとこね、まあこれでやっていくので、聞きづらかったらごめんねっていうことをちょっと最初にね、お伝えしていこうと思います。昨年から仕事が変わりまして、年末年始とかそういうね、まとまったお休みが得られる職場に初めて行ったんだよね。だからね、今回なんかその年末年始、連休があるっていうのがすごく嬉しくて、今までの仕事、大体自分はね、その、サービス業とかだったから、年末年始稼ぎ時だったんでね、どうしてもその、出ることになっちゃってたから、年末年始休みがないっていう状態があったんだけど、いや、今回はね、無事に連休があってね、まあそれでも休日出勤は入っちゃうんだけども、1月2日に。うん。これ出してる頃には終わってるから入ってたんだけど、ってなるか。なかなかね、ちょっとね、うん。まあそれはしょうがないことだからと思って。でもね、午前中だけだから、午後はお休みって思うと、仕事始めが1月4日からだから、まあまあまあいい感じなんじゃないかと思って。それまでその、4連休があってね、4連休もあったらさ、ワクワクしちまうよって感じだよ。いろんなゲームやりたいし、編集もしたいし、実況も撮りたいし、みたいな。もうなんか欲張りセットみたいな。でもね、大体ゲームして終わっちゃうっていう感じになっちゃうよね。なんかさ、実況以外の普通の趣味のゲームっていうかね、楽しくて楽しくて、結局ダメだね、やっちゃうね。実況活動しろよって自分で思うけど。まあでもちゃんとね、その、毎週土曜日の投稿をやっていこうと思うから、そこはね、途絶えさせないようにね、その趣味とバランス取ってやっていこうと思うんで、毎週土曜日、みつきの気ままラジオが上がるんじゃない？違う。みつきの実況が上がるので、どうかね、動画を見てくださると嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。では、今年のみつきの気ままラジオも始まりましたね。よろしくお願いいたします。それでは今回のテーマのお話といきましょうか。今回のテーマはこちら。2022年に頑張りたいことでしたね。2022年に頑張りたいことですね。私の場合はですね、趣味のお話になると、個人的にね、最近麻雀にめちゃくちゃハマっておりまして、で、ジャンタマっていうそのゲームあるんですけど、そのブラウザーゲームでもありますし、スマホのアプリでも遊べる、両方から遊べるっていうね、すごく便利なね、麻雀のゲームがあるんですけど、そちらのジャンタマで、やっとそのオンライン戦で初心から雀士にレベルが上がりまして、でもね、雀士に上がってからが、なんかだいぶね、その、勝てなくなってきましたね。やっぱ当然のことなんだけど、周りも強くなってね、
全然最近勝てないんだよね。でもね、なんとか、勝てる時にどんどん勝ちたいなって思うんだけど、なかなか役揃えんの難しいね。自分が欲張っちゃうっていうのもあるかもしれないんだけど、でもね、その欲張りを捨てるとしても、周りの方が揃えんの早くて、すぐみんな、リーチとか、ローンとかしてるね。よくそんなに早く揃うなと思って。自分さ、その、ジャンタマの、その、プロフィールみたいなのを見ると、その、攻撃とか防御とか速度、なんかステータスみたいなのがあるんだけど、それのね、速度がね、めちゃくちゃね、その、低い。速度っていうのが、その、直近100局の、和量率が、高いほど、なんか高いみたいな感じだったんだけど、全然上がれてないっていうことだよね。でもね、そのね、なぜかね、攻撃はね、めちゃくちゃ高いんだよね。そんなに高い攻撃力いらないんだけどね。でもなんかその、なぜか飛ばしちゃったりとかすることもあったし、なぜかね、なぜか攻撃だけは高いんだけど、攻撃もっと低くていいから、速度もうちょっと上げたいなと思ってね、今年と速度をもう少し上げる。だってひどい時速度13とかだったんですよ。速度13ってやばい、やばいよね。まあ、平均がどのくらいかわかんないけど、全然上がれてないみたいな感じになって。でもなんか、貼ってても全然欲しいのをね、みんなね、くれないよね。やっぱその、上手い人たちだから、やっぱその、どれが危険牌とか多分分かって避けてるからなんだろうね。全然ね、上がれなくなった。が、積もるしかないみたいな。自分でその、待ってるのを引いてくるしかないみたいな。麻雀難しいって思って、でもすげえ楽しいって思う。で、今、雀士の星1だから、で、星1、2、3までね、あるんだよね。だから、星2まで行って、あわやくば、まあ、星3までね、今年中に行ければな、と。あわよくばさらにその上まで行きたいけど、そこまでは多分行けないので、星3、いや、まずは星2だね。やっぱり星2をね、目指したいと思います。今年中に2は行きたいなって。毎日ちまちまね、打ってるから、その経験でね、なんとかその、上手くなっていきたいなと思いますね。麻雀でさ、思い出したんだけど、あのね、自分の死んだばあちゃんがね、麻雀すごい強い人だったらしいんだよね。まあ、その、あんまりその、話したこととか関わったことがなかったから、ちょっとよくね、わかんないんだけどね、詳しく話聞いとけばよかったなって、この年になって思うんだけど、なんかね、麻雀の大会かなんかでトロフィーもらうくらいの実力の方だったんですよ、うちのばあちゃんって。だからね、トロフィー家にあったりとかして、で、老人ホームにね、入ったんだけど、老人ホームに、その、スーパーファミコン持ってって、で、スーファミの麻雀を、もうね、ずっと死ぬまでやってたの、ばあちゃんって。本当に死ぬまで麻雀やって、で、なんか、その時は全然麻雀とか知らなかったから、まあ、なんか、ボケ防止にいいよね、って、すごいなって思いながら見てただけだったんだけど、いや、でもね、死ぬまで麻雀やりたい気持ち、ちょっとね、分かってきたなと思いまして。日々、麻雀を打つようになってから、麻雀するようになってから、なんかすごいね、それはね、分かるようになってきた。これって血筋なのかなって思ったよね。麻雀に今めちゃくちゃハマってるけど、なんかそういう、ね、そういうのあんのかなって、血筋なんだなって思いましたね。いや、もしね、ばあちゃんが生きてたらね、なんかもっと麻雀のこと教えてもらったりね、一緒に打ったりとかできたのかなって思うけど、ばあちゃん、俺もついに麻雀できるようになったよ。ばあちゃん、ばあちゃんいつか一緒に打てねえんだよな。寂しいな。なんかしょっぱなから寂しい思い出になっちゃって、なんかごめんね。実況活動的に頑張りたいことはね、ポケモンレジェンズアルセウスがもうすぐ発売になるじゃないですか。
そちらをね、ちょっとね、実況しようとね、一応今考えてはいるので、そちらね、無事に実況できたら、それをね、ちゃんとしっかりと実況やっていきたいなっていうことをね、目標にしたいなと、とりあえず直近の目標では。で、年を通しての目標はやっぱり、毎週土曜日投稿を頑張ってるので、1年ね、まるまる毎週土曜日ちゃんと出せればいいなって思ってます。で、みつきのきやまラジオも、月の2週目の土曜日、第2土曜日にできれば出したいなって思ってるから、その流れをね、できるだけ継続しようかなって思ってます。継続するっていうのがね、一番苦手だから自分は。だから継続するっていうことを今年は頑張りたいなと思います。皆さん応援してくれると嬉しいです。みんな、実況見てくれると嬉しいだね。よろしくお願いいたします。ではでは、お便りを読んでいきましょう。ラジオネーム、今年も終わるけど酒だねさん。これちょうどもらったの年末くらいだったんでね。もう今年始まっちゃったけどね、今回はね。ちょうど紹介する時期がずれちゃって申し訳ないなと思いますけども。お年玉欲しいだ。欲しいだねって打ちたかったのかな？それとも欲しいだって、そのなんか鉛っぽく言いたかったのかな？お年玉欲しいだ。私も欲しいだ。お年玉欲しいよね。なんかね、大人になるとね、もうお年玉はさ、もうもらう立場じゃなくて、あげる側なんですよ。だからさ、その、子供の頃はさ、お正月ってなんかすごいワクワクするイベントだったじゃん。大人になるとそんなにもうワクワクしなくなってきちゃうんだよね。あー、お金が出てくなー、みたいな。自分ね、その姉がいるんですけど、その姉に子供がね、もう生まれているんですよ。なのでね、もうね、あげる立場なんですよ。だからね、でもまだね、まだ生まれたばっかで小さいので、そこまで額は必要ないんだけど、年々ね、ちょこちょこ上がっていくのかなーって思うとね、ちょっと憂鬱だよね。ポンとね、気前よく上げられるくらい収入欲しいなって思います。お年玉ってさ、なんかその、年代によってどのくらいその上げるってさ、人それぞれちょっとさ、価値観違うと思うんだけどさ、どういう感じなんだろう。例えばその、小学生だったら、いくら上げればいいんだろうね。小学生になって、1000円とか ?1000 円とかなのかな ?500 円だとちょっとしょぼすぎるよね。さすがにね。幼稚園生とかだと、500円でいいのかな？なんかさ、その辺、何歳からあげるとかも人それぞれなんか家によって変わってきそうだよね。自分の場合はね、自分の母親がもう、孫可愛すぎて、もう生まれたその時からもうなんかお年玉もうあげちゃってたので、だから、それに合わせて自分もお年玉あげなきゃいけないのかなってすごい悩んだ結果、まああげたんだけど、その、2歳とかの時かな ?2 歳、3歳くらいかなあげたんだけどさ、でもさ、一回あげちゃうとさ、毎年あげなきゃいけなくなっちゃうなと思ってさ、いや、ちょっとあげんの早すぎたなって、ちょっと自分でも思ってんだけど、なんかあげないっていうのもなんかその気まずい空気感みたいなさ、なんかちょっとあって。なんかね、皆さんはなんかそういうの、なんか何歳からどのくらいの額あげるみたいな通例みたいななんかその家で決まってたりしますか？もしそういうのあったらね、ちょっとコメント書き込んでもらえるとすごいすごい助かります。今後ね、ほんと切実に自分の身に関わってくる悩みなので、できればね、なんか書き込んでくれると、できるだけ多い、その、なんか、例があると、自分の心持ちとしても、なんか安心するっていうか。
みんなもし一緒だとすればみんなと同じだとか、あとはみんなバラバラだとなんか逆にみんなそれぞれ違っていいんだなみたいな、うちはうち、よそはよそみたいな、そういうのでいいんだなってなんか安心できるので、なんか書いてくれると嬉しいなって思います。なんか本当年の初めからなんかみんなにお願いしちゃって申し訳ないんだけどね、お年玉小学1年生だったらなんかいくらあげるかできればコメントにもらえると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。他力本願で申し訳ないけど。ラジオネーム、今年も終わるけど酒種さん、今年もよろしくお願いします。今年やってみたいことを思い出したんだけど、あのね、なんか一問一答みたいなやつあるじゃないですか。なんかちょこっとした質問あって、それにパッと答えていくみたいな、ああいう系のね動画をちょっと上げてみたいなと思って、だからね、そのどういう質問をなんかそのやって作ったらいいか、なんか自分でね作りたいなと思って、一問一答さ、テンプレあると思うんだけど、でもなんか自分だけのオリジナルのなんかそういうのを作ってみたくて、皆さんがねどういうことを知りたいかっていうか、その私のことをね、もし知りたいと思ってくださるありがたい方がいらっしゃったらね、もしね、そのどんな質問がいいか、そのそういうのもコメントくださるとめちゃくちゃにありがたいなと思っております。これ聞きたいな、これ知りたいなみたいなことがある、あったらぜひね、そのコメントくださるとありがたいな。ここの動画のコメントでもいいですし、あのリプとかでもいいですよ。ツイッターもし関わってくださってる人、ツイッター見てくれてる人の中でもしね、まあ、リプしょうがないな、明日やってもいいよって人はリプでもいいし、まあなんならあの DM とかでも全然いいし、ここのコメントでもいいし、なんか一問一答っぽい質問、なんかこれ美月どう答えるんだろうなみたいな気になってることがあればね、お願いしたいなと思います。一問一答、自分だけの野生の美月のオリジナルの一問一答を作りたいっていうのを、まあ今年の目標のうちの一つかなって思いました。思い出したからね、取ってつけたように今入れたんだけど、この話お願いしたいなって思います。よろしくお願いいたします。今回のテーマは2022年に頑張りたいことでお話ししました。次回のテーマをね発表したいと思います。次回のテーマはこちら、やっちまったなぁです。なんか何話そうかなって思ってさ、なんかやっちまったなぁっていう失敗談とかね、ちょっともしねあればお話ししようかなと思ってます。で、その皆さんからももしね、これやっちまったなーっていう失敗談があればね、ぜひお便りくださると嬉しいです。人それぞれやっちまったなーって思うことあると思うんだよね。大きなことから小さなことから多分いろいろあると思うんだけど、なんか人の失敗談ってさ、そのやっぱり勉強になるから、もし自分が経験していないなんか失敗とかだとさ、すごいそのそうならないようにしようって事前に気をつけられるし、聞いててすごいね勉強になって面白いからね、これもできる限り集めたいなと思っております。もしねやっちまったなっていうことがあれば、ラジオネームを添えて投稿してくださるととてもとても嬉しいです。今月末までお便り募集しておりますので、よろしくお願いいたします。テーマのお便りでもいいし、普通に聞きたいこととか、なんか応援メッセージとかでも全然よろしいので、ラジオネームつけてね、その投稿してくださると、美月の極まラジオの投稿だなってわかるので、ラジオネームを添えて送ってくださると、喜びます。私が。私がめちゃくちゃ喜びます。よろしくお願いいたします。今回の美月の極まラジオ、いつもよりは、ちょっとだけは短くなってるかとは思うんだけど、まあ、ちょうどいい長さかなと思うので、こちらで終了とさせてもらいますね。もらいますねってなんだ。なんか動揺して変な言葉出たわ。なんで動揺したかわかんないんだけど。もうなんか途中の始めから閉まんねえなーっていう感じだけどね。まあこれが野生の美月っすよ。野生の美月なんてこんなもんだよ。
そういう感じの実況でやっていきたいね。なんかね、きちきちっとしてるとさ、失敗が許されないみたいに怖くなっちゃうからね。失敗してもいい空間でいたいなと思います、自分の実況はね。ここまで聞いてくださった皆様、ありがとうございました。今年もね、よろしくお願いいたします。やっぱりね、皆さんの支えがあってこそのこの実況活動ですから。皆さんどんどん応援してくれると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。ではまた次回でお会いいたしましょう。いつきでした。